こんにちは、ブルーホース。実数100年目に破産するブルーホース社長やってまいりたいと思います。ということで、30年目。やっぱり10年目の節目では何かが起こるんだな。さっきからね、左の方にいるね、デストロイゴがすごい目玉をギョロギョロさせて、さあ、今度はどの土地をぶっ壊してやろうかって、結局ね、貧乏人のね、雷神社長とですね、陽気、よかったね。よかったね、福袋で、まあ、大器晩成というか、まあ、起死回生か、大器晩成は違う。起死回生の何かを頑張ればいいというところで、すごい、もうすでに独占が崩れているところの物件をボコボコに壊していく。デストロイドって意外と頭が弱くて、パリピーなんだったね。今の言い方だったら、パリピーが頭が悪いな。パリピー頭が悪いな。ってことで、まあ、マスゲとかね、BA とかね、BA!はい、さあ、私、17件、37、あれなんかさっきのさ、さっきのじゃねえ、去年のさ、174億に比べたらさ、まあ、総額で高々200億程度の被害だったら、まあ、そんなに痛くはないわなって。だって資産が2500億もあるんだもの。さて、カードで、最果て村に飛ばしましょうか。このまま最果て村に飛ばしていったらどうしましょうかね。最果てでもさ、今から、一番遠くの場所に飛んでってもらうの、陽気比社長ですね。じゃあ、陽気比社長にこのまま遠くに飛んでってもらえば、ってことで、めちゃめちゃ近づいてきたやん。しかも、対馬って俺の土地やん。ちょっと待って。そうなるの？じゃあ、俺の予想してた最果てと違うんだけど。マジか。めちゃめちゃ近づいてきてくれましたやん。ありがとうございます。ごちそうさまでした。なんかすげえ。水車ぐるぐる、みぐるぐる、合わせてゴロゴロ、むごろごろ。俺の九州地方もすべて食べられていきます。バックンチョ、ごちそうさまです。いいとしまーす。ここからつく。ちょっとあれじゃないか？大丈夫か？あれ？来るね、居酒屋？あ、ディスキー？あ、いいっすか？やばい、これ、あれじゃないか？ジョン万次郎じゃなくて、いい直すじゃなくて、誰だっけ？あ、ツワの浜が上！やばい、やめて、宮島！俺の宮島！ガクリー！27件、41億。ガクとしては大したことはないけど、毒性がどんどん崩れていきますな。まあ、また30年かけてね、100個の、めっちゃ毒性崩れるやん。まあじゃあ頑張ってまたね欲しいめちゃめちゃ俺が今欲しい喉から喉チンコが出るくらいちぎれるほど欲しいやつだわということではいゴールしちゃいましょうゴールできないわちゃ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 あれうわーってことこれ戻らなきゃいけないうわーはい戻りますどうしようかなこのまま行くとダビングカードいいじゃないですかダビングしましょう。ちゃー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 ちゃダビングして特急シール使い切っちゃって、ダビングしていきまーす。はい、どのダビングはい、もちろんリニアでございます。リニアでございます。お魚くわえたリニアちゃん。おお、追っかけって。そうか、でも石垣島にたどり着こうと思ったのに、ギリギリのところを向かっていかなきゃいけないってことなんだね。鉄道というのはなかなか面白いでございますが、今回の被害総額は約250億。まあ、250億が失われたっていうことよりも、独占が失われて、2倍の額に、2倍の収益をね、まとめて手に入れることができなくなったっていうことのがちょっと痛いっていうところなんだけどね。まあそこはちょっと涙を飲んで、10年くらいをかけてですね、しっかりと独占を増やして頑張っていきましょうという、そんな感じかなというところですね。で、あと16マスだから、とりあえず特急周囲を使って近づいていって、あとはまあじわじわやっていこうという、そういう寸法でいきましょうか。はい。もう仕方がないよね。ここがもう、どうにもこうにもうろうろせざるを得ない状況であるんだったら、君がすべてさ、ドキドキ止まらないきっと。歌詞がむちゃくちゃ、そんなの知りまへんがな。ヘッチョリーなんでやねん。お前、俺が苦労してここまで来たのに。そう、で、一出すんだろ。はい、お帰り。で、宮古島か。もう、チュッチュチュッチュッチュ。もう僕とチュッチュ。なんで俺同じバスで止まってるのに、なんでお前だけそんな開けられんだよ。はぁ、ずるい、いいなぁ。まあいいよ。たかだか10、いただき。何をいただく？いただき？6ってことは、ちょっと待ってね。まあまあ、でも別にいいか。じゃあサイコロ進んじゃいましょう。コロ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 。わお。わお、しかもこれ何にも起こらないマスじゃん。石垣。うん、あ、やった！ありがとうございます。乗車記念としてプレゼントささやかです。特製霊カード、イエーイ！借金背負ったことがないからわかんないけど。いや、借金はね、背負ったことあるんですよ。でも、その場で解決することができてから、結局、実質、借金を、うわ、めちゃめちゃなんか移動カード手に入れておりますが、お幸せ王子、誰かにカードをあげてください。福袋？全然面白い。オールロック、地下。オールロックを使って、お前がたどり着くんかーい！マジかよ、ここ
ここまで来たのに、石垣の人たちが俺を裏切った。いつか石垣島に行って石垣牛をめちゃめちゃ食べてやっから覚悟しとけよ。めちゃめちゃ美味しそうだもんね。さあ、そんなことはどうでもいいんだけど、どうしよう。水戸、南部、いや、三戸、それはちょっとわからないでございますね。三戸、宮城県、宮城、あれ、俺石垣島行ったことあったんだ。知らなかった。ごめんね、俺がいるせいで独占することができなくて、愚民に。まあ、いいじゃないですか。88マスか、めちゃめちゃあるな。どうしようかな。こうなったら、リニア収入もとにかく、もう近づいていくしかないよね。もう、あ、でもこれでも一気に残り50マスになるのか。やっぱすごい、素晴らしいですね。ということで、どっちの方に進んでいきましょう。空路、ブンブン進んでいきましょう。じゃあ、とりあえずあれかな。関東地方まで飛行機で飛んでって、石垣空港から、成田空港か羽田空港まで飛んでいけば、それで終了っていうオチなのかな、寸法かな。このまま行ったら、ギリギリプラスマスで止まるっていうところか。はい、じゃあ、お金を稼がせていただきます。はー、6億、おー、いいですね。止まらないですね。6億、いいですね。まあ、適宜に、リトルデビルとかデビルとかに、ベロベロベロってされた時に、お、やったってことは、はい、沼田さん、ブルーホース、あ、やった、一目惚れ、やったー、今年たまに実ったー、2億、あ、なんか、もっと稼げるのかなと思ったけど、いや、そんなことはなかったですね。ニュースは、またお前かよー、もうほんと勘弁してくれよ。しかもそっちかよ。うわー、これでまたどれだけの借金じゃないな、まあ、被害。まあでも、これはね、お金を払わされるだけで、で、しかもさ、ほら、これ、ヤシャ姫さんのさ、このお尻とさ、奥側にいる女の子の純白なパンティを見ることができるっていうのでさ、ね、後ろのなんかサラリーマンとかぶっ飛んでってるけど、そんなのは関係ないですよ。もうパンティとお尻が見れるだけでも、それで、キャッキャ浮き火雨あられってことでね、うわー、めちゃめちゃ、徳島、なると、あら、マジしまーもう、なんか、俺の物件を狙い撃ち、ドゥンドゥン。さあ、たくさん物件、はい、お願いします。3都市だけ ?48?でも額は一番でかいぞ、これまでで。まあでもこれ土地が失われるわけじゃなくて、なんか単純にさ、お金奪われるだけだから、まだマシなんだよね、結局ね。うん。ということで、うわぁ、俺にめちゃめちゃなすりつける気でいるやん。さあ、果たして私に追いつくことができるかな。はい、ありがとうございます。あ、ポイントでか、こいつ、殿様カードでなんとかしようとしてるっていうところなんですね。まあいいでしょう。可愛い子には旅をさせるということで、はい、お払いか。なんか殿様カードそのままボーンってやってる。そうなんだよな、こいつ、星止めで一気にゴリと進むことができるから、羨ましいんだよな、ね。40何マスか。じゃあ、俺と同じくらいに乗りますだね。俺もリニア進もうと思ってるからさ。リニア周遊でぐる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 回ってるからさ。うん。さあ、行きましょうか。ということで、めちゃめちゃ端っこですやん。能登半島の端っこってところですね。福袋カード売った今これ。福袋カードめちゃめちゃ売った？もったいな。福袋ほど使えるカードないの。よし、じゃあ行きましょう。でも福袋もな、当たり外れが結構大きかったりするカードだからな、果たしてそれがいいのかどうかっていうと微妙なところかもしれないからね。ということで言うと、空路を進んでいくというか、なんとも言えない、なんか何も面白くないという感じでございますね。ということで、こっちで進んでいきながら、出た、潮吹き。はい。お指2本でぐち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 やってたらいつの間にか吹いちゃったみたいな、そういう感じでございますね。で、こっち進んでいって、北海道ではなく多分、ね、このまま左ですね。左に行って進んでいって、はい、OK、陸路にたどり着きました。じゃあ、こっちの方にたどり着いてって、じゃあ、ここまで来たところで、何か買い占めることができそうなところは、じゃあ、深谷を買っていきましょう。埼玉県深谷、承知深谷はバスケットの名門でございますね。ということで、アイス工場、どんなアイスなのかな。ガーリガーリーくん、ガーリガーリーくん、ガーリガーリーくん。僕は、あれですね、チョコバッキーとかが好きなんでね、シャトレーザ派でございますけどね。まあ別にいろんなアイスがね、どれも結局美味しいからさ、今特製料を使ったことによって、あ、でも特製料を使って、ああ、よかったね、今月もう一回お仕事することで、オールルートを使ってから新幹線周囲を使った方がね、移動距離がどんどん増えていくからたまらない畜生というところなんですけど、そんな多分ね、知恵がないだろうね、容器がね。今借金を返すことに精一杯になってしまってるからね。はい、売る物件も一件もないけど、星飛び周囲でどこまで来ることができるのかな。さあ、近づくことが、宮古島？じゃあ宮古、ん？どの宮古だ？こっちの方にも宮古があるんですね。さあ、果たしてどんなカード。めちゃめちゃ近いところにいる。やったー。違う、渋沢一ってあそこ深谷か。一回誰かがさ、独占したことによってさ、こいつが味方についたっていうこともあったかと思うんですけど、はい、2024年まさしく今年です。最近変わったばっかりでございますね。はい、じゃあ、なんだ、京橋、渋沢一、京橋の手は大いに栄えた55億の臨時終了。さあ、これでまたさらに、なんかあれですよ、買い占められる土地が増えましたということで、さあ、生進んでいきましょう。31マス、うわ、めちゃめちゃ買える土地がめちゃめちゃありません。ありがとう、ゴリラ。で、三の辺にはギリギリ行くことができないんですね。じゃあ、花巻東だったっけ、大谷投手の、生まれ故郷じゃなくて、
生まれ故郷ではないんだよな。でも、まあ、ここはあれだな、近い方がいいのかもしれないな。近い方がいいかもしれない。あいつに何か取られるくらいだったら、じゃあ花巻温泉を買って死んでよ。まあどこでも買うことができるし、一番収益の上がるところを買った方が、まあ作戦的にはいいのかもしれないけど、まあゴールしてね、こいつになんかやられてるんだけど、結局なんか誰かさんがさ、お父さんもしようとしてるんだよね。うわぁ、75件も独占したのに57まで減っちまって、本当にデストロイされちまったな。さあ、ラーメン、北方ラーメンかな、どこラーメンかな、ドル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 ディーン、ブロンスありがとう、澄んだ塩ラーメンありがとうございます。ちょさあカード使って急行カードなんでそんなじわじわさじみったれてさしみったれた進み方するんじゃなくてさもっとシューッと進んでいかないとさもう俺らもうすぐもうスーバスでたどり着くそれともお前はボンビーとやろしやーカード割られてぞお前ほら早く使わないからそういうことで3枚も割られる4枚かうわーうわー新幹線周囲を使わないからねケチってるからそういう羽目になっちまうと地味にこれ結構痛いんだようわー漏れちゃうぞサイコロ4振ってサイコロ4個振ってどうするのえおこれはまさか、あー危ないーもうちょっと間もなくうんちが漏れちゃうよっていう話なのかなうんち漏れなくて済んだ、さっきりうんちするぞし、うーわーこれうんちされたことによって残り3マスなんだけど、ぐるっと回らなきゃいけないってことで、ぐるっと回らなきゃいけないって特急主義を使っていきましょう。ちゃー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 。たどり着いたね。ありがとう。ありがとう、三戸。お前ごときが俺を封じ込められると思うなよ。まあ、バキュームがあるから別に関係ないんだけどな。残り1マスでゴールされるって今どんな気持ち、どんな気持ち。さあ、殿様カードで陽吉様。まあ、もともとあなたもお姫様だからね、いいですよ。別に殿様カード使ってね、たかだか20億って。ちょっと待って。あすか、俺連続でゴールすることができてないから22億だけだったんだね。残念でございますね。ありがとう。はい、おめでとうございます。22億。持ち金がプラスになってよかったですね。まあ、元からプラスだったから、まあいいんでしょう。ということで、再び次の目的地目指して頑張りましょう。さあ、私の目的地は次、ここでーす。金。え?あ、金豊かみたいな。タコライスの発注。へぇ、タコライスの、タコライスって美味しいよね。すごく好きなんですけど、めちゃめちゃまた遠いとこぐるぐるぐる。あれ?一回これ誰か独占してたんですか?陽気比が独占してたよね。金がないやつからやっぱ奪われていく運命なんだね。ということで、空路を走り回っていたということだったので、まあ、今から元に戻っていきましょうっていう、そういう寸法なのかもしれないですね。じゃあ戻ってください。しさらにトピックス、今年も日本一、1年間の臨時方針は、まあ僕しか物件持ってませんからね、ご通しぶりぐじいぶーし、ありがとうございます。飯塚の柔らかクッキー、どんだけ毎年選ばれるんだって。ヒコマロもほんと多分ね、噛み砕くほどのね、咀嚼力がもう年とともになくなっててしまったか、わかんないけど、わーおー、これ俺ビョンビーつけられるんじゃないかこのままだと。やばい。あれしかもこれさ、位置出されたら、あぶねえ。ダビング、いただきますカードダビング。81ます。このままだと俺がなんかやられかねないから、とりあえず近づいてきて、じゃーん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 。いや、無理ですよ。全然無理ですよ。ちょっと待ってね。こっち行ったら、ちょっと待って、どこまで近づくことができるのかっていうのだけはしっかりとチェックしておきたい。ヘリコプターひたちなかを独占したいところだけど、ボンビーが今、この瞬間着くことだけは勘弁していただきたいので、修理に向かいます。ソウル、止め、修理場、燃えたけど、カムバック、ありがとう。歴史資産は我々が守れ、イェイイェイ。さあ、首里城たどり着きました。あ、やった、シャーブレイロス。映画も大好評。やっぱりね、みんな、あれだよ、僕のゲームタイトルとかでもさ、30年、あ毎年、決算の早くて、早く消して、無情、早く消して、ブロスジョー、皆さん代表してお聞きします。ボタン好きです。いや、いいです。決算やっぱ見たいと思うので、皆さん。エスカットしたら、コマンドその他設定の変更してください。いや、決算を見て、落ちぶれていく2人を見るのが、俺楽しくてたまらないから、全然安心して。そんなの、気にしてないからみんな。大丈夫。安心して。で、それに対してコメントで、なんかさ、いや、消せよとかっていうような主張があったとしたら、そいつらを消すから安心して。さあ、ちょっとでも小銭を稼いでいかないとね、少しでも手元に現金を持っておかないと、うんちが出ちゃうもんね。プリッと出ちゃいます。あ、6出しおるんちゃう。あー、残念でしたね、4。あ、しかもいいな、ダビングカードいいよね。個人以上は持ち込むことができますね。うんちカード、あ、いた。プロ社長、さあ、さようならでございます。これが廃藩置県の威力。お前が飛んでいくんかーい。なんでやねん。ちゃうやん。そうそう。
違う、お前が飛んでいくんかい。あれ、もうすでにたどり着いてるやつは対象外ってか。じゃあ、じゃあ、くる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 回しましょう。はい、俺がゴールできなーい。どうしようかな。これ、こっちも、じゃあ、ウルマに寄っていきましょうか。はい。じゃあ、私がウルマにやってきました。そして、今度はブルマでございます。やった物件飛びカードごちそうさまです嬉しいです。さあ、あと2ターン、決算で迎えるところなんですけれども、はい、毎年2月に入ってくるお金が、毎年2月じゃない、毎年入ってくるお金がね、あれ、今年2年目に1回、2年に1回のあれじゃなかったのか。あれ、じゃあ、そうか。え、いや、記録には門左衛門あれだよね。だってまだ和歌山で持ってるはずだから、うわぁ、金を持ってる時に、うわぁ、ザビエル、ハギエル。でもあれなんか、意図的に剥げさせられて、あ、これテレポーテーションでこっちの方に向かってこれるんじゃ、おお、次のターンにゴールをしなかったら、こいつがぬわぬわぬわーんとテレポートでこっちの方に近づいてきちゃうのかもしれないですよね。まあ、それは1億7000万を払う価値があったんじゃないか。てか、普通に買った方が高いんじゃないか、テレポートって確か。さあ、今年、あ、やったね、キャンペーン価格のところで、売る武器をさらば、武器をさらばって言ったら、なんか、乗っ取りカード、俺の武器を乗っ取る気満々でございますね。はい、うんち系のカード、はい、じゃあ、おならカード、おならぷー、鼻血ボーン、鼻毛ボーン、特性でなんかいりません。私が借金をすることなんか、この先一切これぽっちなーい、破産するときだけです。ということで、1、ごちそうさまです。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。でも、ダビングカードの方が良かったりするんだよな、こういうときって。なんかさ、ダビングカードでさ、やっぱりリニア収入をもう一枚増やすとかってやってたからいいのかなと思ったりもするんですけど、まあ、次2とか出してしまえばそれでおしまいっていうことなんでね、まあ、しかも物件飛びカードでね、どこでも飛んでいくことができたら22億、さらに2億、あ、5億だった、ありがとう、27億、はい、ごちそうさまでございます。そしてね、陽気さん、はい、引き続き陽気さんとボンビーの旅がボン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 進んでいきます。私持ってきちゃ、元部でーす。人類、あれでもめちゃめちゃ近いんじゃないか、元部。元部、だっちゅうの、違う、あと2マスじゃねえか。だからだんだんゴールにできるような地域が、タコライス屋しかないか。ちょっとさ、金のこと舐めてない、もっといろいろあるだろうよ。6100で、今買ったさ3000万でもさ、6000万の収益があったら3000万の儲けなんですよ。ごちそうさまです、ありがとうございます。タコライスたくさん食べさせていただきます。世界の恵まれない子たちにたくさんのタコライスを届けたいと思います。さあ、白亀さんち1億4000万、 OK、 いいですね。さらにトピックスが続かないんですよね。まあ、毎月毎月ね、あの1個の何かが手に入ればそれでいいんじゃないかってところなんですけど、貧乏神が一緒にいるところ、一つこっそり貧乏神をなすりつけましょう。さあ、私のあれですね、あの亀の頭と書いて木っていうところにですね、あのスリ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 していただけたらと思う。なんとなくそっちの方に来るなって予感をしてたんですよね。はい、いらっしゃいませ。さあ、そこから移動することは、さあ、でこれっぽっちもできないので、さあ2以上の数値を、うおー、大丈夫か。でもこれさ、これもしあれだよね、出すことができなければ難しいんじゃね。さあ、カード作って、乗っ取りやがったウルマの畑。さあ、乗っ取り残念でした。はい、4億で8000万の物件を買おうなんてさ、もう本当に損することしかできないのにバックじゃないのって話なんで、ね、そんなことをするお前には、うわ、出口にボンビーいんのかよ、マジか。出たいのにボンビーいるってなんか辛いですね。まあ、そんなことをしながらリニアモーターからグッ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 飛んでいけばね、まあ、俺のマスにね、ぴったりとなすりつけられるように止まらなかったら、果たして到着するなってか、なすりつコス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 ね、あのしこってしこって、あの白いものを発射することなんてすることができませんので、こうなったらおならカード別にね、お前たちを飛ばすこと、あ、バキュームの方がいらなかったかな、どっちの方があれなんだろうな、あの高く売れたんだろうか、果たして分かんないけどさ、一体どこがゴールになるんでしょうか。トコナメ、あれなんかトコナメってさ、俺全部買ったんだけどさ、全部なんか燃やされたんだったっけ。トコナメのなんかうんち系のうんぬみたいなさ、まとめ買い、チューラー海水族館まで買うことができるんですね。チューラーさー、良い子だ、ねんねしな。ちょっと待って、ハーブチーって何、ハーブティーの仲間みたいな、苦織りは護衛のことでございますね。はい、よっしゃ、ありがとう。ということで、チャッチからったー、決算を迎えて私がゴール、みんなで私のお乳をスイスイミスイスイしてください。決算迎えて喜びの雨嵐。 OK、 チャー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 
753億だね。ちょっとあれだね。お、高額物件いいですね。こういうのがだんだん手に入るんですね。1ページ目、まあなるほど、散らかすとかすごいな、全部もうえぐいことになって、しかもさ全国結構散らばっているようなところにあるよね。そして5位、あ、7位、あーいいですね、いいですね。もうこれを持っているだけでも私はもう確実に成長しているということでございます。ということで30年目、波乱の30年目幕開けしたところなんですけれども、まあ無事ね、15の3終わることができました。ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して31年目もお楽しみいただけたら幸いです。ではまた次回パートでお会いしましょう。さよなら、バイバイ。